続きまして、大阪国際がんセンター総長、松浦成明さんにご登壇いただきましょう。タイトルは、新たな患者サポートへの挑戦、治療後の生活も支えたいです。それではお迎えいたしましまょうう松浦成明さんどうぞ ではお願いいたします。ただいまご紹介いただきました大阪国際癌センターの松浦と申します。あの本日はこの素晴らしい会にあの大阪から呼んでいただいて話をする機会を与えてくださり、あの関係者の方々にお礼申し上げます。あの私はあのまあ医療機関の管理者で、まあ、通常はあの患者さんへの医療を提供するんですけど、本日はまあ治療そのものの話ではなくて、治療の後の生活をまああの。 今運動を中心に支えている話を少しさせていただきたいと思います。えっと、がんの患者さんは、まあ、がんと言われると。もうほとんどの人が、大きなショックを受けて、落ち込まれます、えー。目の前が真っ白になったという表現をよく聞きますが。本当に、まあ、あの。自殺をしようという方まで出てくるぐらい、やっぱ落ち込まれます。ただ、まあ、今、あの、最近、あの、がんの医療も随分、あ良くなってきて。 治療成績が上がってますので、なんとか頑張って癌を治しましょうということで、えー、ま立ち直って癌が,が治りたいという気持ちになって、えー、ま治療に前向きに取り組まれることが多いと思います。がんの治療はご承知の通り、手術、放射線、薬、どれも実は大変辛い治療です。しんどい治療です。まあ、しかし、なんとか治りたい、こういうものを使って治りたいということで皆さん頑張られます。 私たち病院では、えー、辛さを和らげること、緩和ケアと申します、えー。いろんな副作用がありますね。副作用をなくす、まあ支持療法と言ってるんですけど、まあ、支えるっていうことですね、まあ。これに全力を挙げて、まあ、患者さんに振動をできるだけ避けるようにいたします。緩和という言葉は、あの体や心など様々な辛さを和らげることを緩和と申しています。 あのよくがんの,の終末期だけにあのする医療じゃないかと思われる方もあるかもしれませんけど今はもっと、えー、もう,うことを私たちは非常に考えております、えー、体の苦痛をとって先生が辛さをやらげてで医師看護師臨床心理社会福祉いろんな多職種のチームで対応して、えー、まあ,あのなんとか治療を鑑定する。 でまた患者さんはあの仕事のこととかお金のこと,とかいろんな困り事がありますので困り事への対応も早くからやります。でなんとかそういうふうに生活の質クオリティブライフを維持して治療を、まあえー、鑑定するわけです。で従来はまあ病院の役割はこれで終わりでしたけど実はですね、えー、最終的な目標というのは、まあ、がんを治すことなんですけども。 がんを治した後にやっぱり元通りの生活に戻ることが最終的な目標ですねですのでここここが本当は最終のゴールなんでここを何とか私たち医療機関も少しは頑張って力を入れないといけないというふうにあの今言われ出しました元通りの生活平凡ですけど私自身やっぱり一番大事なことは食べることと動くことだと思いますでそれぞれお仕事を持っている我々方 趣味に生きておられる方おしゃべり近所の方との交際それぞれの方によってまた生活違うと思いますがこういうことをこういう平凡なことですけどこういうことを最終目標にしないといけないと思いますこれは国立がんセンターの中央病院が数年前に調べたデータですが、まあ、患者さんに まあ男性と女性に分けてどういうことに生活上不便がありますかという質問をしたものです。あの患者さんと言っても本当に治療中の方と、えー、治療が終わった直後の方それからもう随分治療が終わって何年も経っておられる方全部違うんですけど全部足したものですね。でいろんな食べること排泄、睡眠清潔身だしなみ体を動かすこと仕事家事いろんなまあ不便があるんですけどこれを見ると。 あの体を動画像が実は女性も男性も一番多いまあそれぞれ全部必要と思うんですけどやっぱり体がしっかり動かないとみんな不便を感じるんだなとこれを見ては感じましたこれは同じデータで年齢別20歳以下とずっと10歳以下で80歳以上と見たものです年齢よっても随分違いますがただですねどれもやっぱり体を動か像がす 結構多いなと身だしなみが大事な方、えー、仕事が大事な方その年齢によって多少違いますけど、えー、体を起こすことっていうのは結構やっぱりできなくなくるるとと不自由を感じるいうこととだろうと思いますこれはあの筑波大学の論文から取ったのですが、まあ、患者さんに「いつまで何々したいっていうことを知りたいですか?」っていうと聞いたものです。 いつまで生きれるかあと何年生きれるか知りたいですかってまあ私はあのこう生きれるか動けるか考えられるか食べられるか話ができるか、まあ、やっぱり生きることが大事じゃないかなと思ったんですけどこれはその聞いた結果をとても知りたい知りたいどちらかというと知りたいこの3つがまあ知りたい方ですね。からこっ,ちこっちが知りたくない全く知りたくない知りたいと思わないどちらかというと知りたいと思わない。 でまあ、この右3つを足したものがここに出したんですが一番が、えー、になってどうなるか知りたいっていうのが多かったのは実は動けるかということなんですね。動けるかまあ,あの大きな差ではないんですけど話ができるか食べれるかで生きることよりもやっぱり動くことっていうのは案外がん、えー、になった方は自分がどいつまで生きることよりやっぱり動いてみんな動けなくなると迷惑かかるっていうことがあるんでしょうかね。 こういうことがあってやっぱり動くということは大事だなというふうにあのまあ、感じました。で、がん患者さんを求めることえっと以前はやっぱりがんが治るということまあこれは今も同じですね。がんが治るために治療を受けて看護ケを受けていただいて給料維持するこれがあの大事だったんですけど、多分それとまあ、切り口が違う別のベクトラルになると思いますが、やっぱり元の生活に戻るというのが最終目標ですね。 私自身はがんがん治ることは手段であって目標じゃなくて目標はやっぱりこちらですね、えー、繰り返しますが動ける食べれるやっぱりアピアの外見も大事ですよね髪の毛がなくなったらやっぱり皆さん悲しいですよね仕事趣味会話交際こういうことが大事だということで、まあ、病院もえいろんなことに少しずつ力を入れ出していたわけですでこの運動支援をなんとか できなないかなと私たちずっがんの患者さんあるいはがんサバイバーという言葉が最近出てきましたががん、まあ、あを克服されてサバイブ生存しているという意味だと思いますがこれ辛い治療を受けて一時的に体の活動が低下します。で元の生活に戻るために先ほど言ったために身体を動かすことが最も重要です。 で通常病院ではですね入院中はがんリハビリというのをやります、えー、がんリハビリでやっていろんなリハビリのメニューを用意して患者さんに頑張っていただいてでもあの何とかそこあの今のうちにしっかりと筋肉つけましょうとところがですねあのがんリハビリは入院中しかできないんですあの保健診療所、えー、退院患者には一応これはできないということになっておりまして、えー、退院したら まあまあ一応国の,あの施策では退院したらまあもうあの元気になったからもうあのこんなことせんでよろしいと自分でっていうことなんでしょうね。で退院したらまあ実際私たち病院ももうあの一応できないということになってますので放置してますと患者さんどうしたらいいかわからないわけです。患者さんどうしたらいいか分からないわけです。ただあの運動はまああのリハビリの連中はうちの中の入院患者にやってるんですけど。 まあ退院してしまったると元気になったらやっぱり運動のプロの方に何か一緒に組んでやっていただけないかなと思って私たちパートナーを探しておりましたそしたら「ルレッサンス」がえ一緒にやりましょうってあのまあ私たちと意気投合してえ実はこの大阪国際がんセンター私たちの中にルレッサンス運動支援センターというのを一緒にあの作っていただきました。 これは2019年6月に作ったんですけどがん特化型の運動支援施設を私たちの病院のすぐ横一応離れてるんですけど患者はこうルートというのがあります敷地内なんですけど一応病院と離れる病院と離したところにこういうちょっと患者さんが、まあ、あの2階はこうおしゃべりする場所ですね1階は薬局なんですけどでこの3階にルネサンスさんに運動支援ターを作っていただきまして。 がん、えー、で生じた体の不調の改善を目指す方に独自の運動プログラムを提供する。で誰がするか、えー、これはあの運動のプロの方がやっていただくんですけどもやっぱりがんのこともし,しっかりと勉強していただいてがんの患者さんのいろんな悩みも分かるような方にしていただきたいということで大阪国際アンセンター認定がん専門運動指導士という制度を作りまして。 この方たちが常駐して患者さんの不安な気持ちに寄り添ったサポート体制を取っていただきました。えー、っと今のこの交流センターを3階に上がると、まあ、ここにちょっとこうガラスに書いてありますががんルネサンス運動支援センターというのが,あてのがこういうふうになっております。で壁にこういうメンバー表が私たちはこういうちゃんと認定された。 えー、運動指導士ですというのが貼ってあります、えー、あの運動のプロの方はたくさんいてると思うんですがやはりがんの知識を持ちながら運動指導する人は必要だと思いますそこで大阪国際がセンター認定私たちがまああの認定したということで責任を持ってこういう方たちにやっていただくという制度を作りました現在170名ほど認定しててで、まあ、運動指導のプロの方に私たちの医師リハビリのスタッフが がんについていろんなことを学んでもらって、えー、特にあのやっぱ心の問題すごく大事ですから、えー、しっかりあのどういう状態になるか分かっていただいて資格認定しています。えー、がんの治療のプロセス、がん患者さんの心理状態を理解して、えー、この寄り添いともにはも非常によくやっていただいてます。すごいあの患者さんに好評で、まあどれぐらい効果があるかということを少しちょっとお示しさせていただきたいと思います。 えっとまあ、コロナとちょっとぶつかりましてなかなかル、えー、ネサンスさんにはずいぶんご迷惑をかけたんですけどあの患者さんがなかなかこうフェイスとフェイスでやりにくかったんですがその中でも、まあ、あの来ていただいた方に、えー、っと WHO の QOL26 という仕様がありますここで、まあ、満足度調査をしましたこれは非常によくできてまして26項目あるんですけど、まあ、現在の自分の生活の幸福度 満足度を調べる検査です、えー、と5段階評価1位はもう全然ダメと5位は非常に満足しているというのを体の面心理面社会面環境面全体的な生活ということでいろんな項目で、えー、点数付けをして、えー、それを、えー、運動指導前とそれから、まあ、1ヶ月内し4ヶ月ぐらいした段階で、えー、まああのー えー、このアンケートを取りました。えっと私たちのところはあのこの乳がんの患者さんが非常に6割で非常に多くて、えー、女性がですから8割になります。乳がんの患者さん、前立腺がん、リンパ腫の順番に多かったです。でちょっとですから年齢は若い目で50代が一番多くてその次40代、まあ年代は大体たい30代から70代ですね。 でこ,れあのこの結果をあの拝見したんですけど非常にりたら全部やっぱり非常に満足度が上がっております。で体の面が一番上がってるんだろうなと思ったんですけどむしろ体よりも心理面とか社会面とか他面のところも上がっていて、えー、こう体を動かすことはいろんなところにいい影響を与えるんだなと思って、えー、非常にあのやはり効果があるんだなと思いました。で2人ほどあの患者さんで あの,、まあ、あのご本人の了解を得られてあの紹介してもいいですよって言った方を2人紹介させていただきたいんですけど1人はは68歳の男性なんですけど胃がんの方で手術をされてその後抗がん剤治療でこの方が困っておられたことは、まあ、手術してこの抗がん剤治療で食欲もなくなったので体重がもう1 5キロも減,って減りました。それ,からそれ以上にに体力力や筋力低下が非常にあの、まあ 著名に低下しまして病院に来るのもやったやというぐらい時で,で一方あの68歳ですからやっぱりまた仕事に戻りたいでも今のままのでは戻れないということで、はい、来られましたで、えー、と2019年10時から3月まで4か月ですねえっ、ー、と,、えー、とこ,れこの非常にいいメニューを考えていくのはさすがにやっぱりレッサンスの運動指導士の,あの素晴らしいなと思うんですけど 全身のストレッチ全身の筋力エクササイズそれから優さん運動をまあごめんなさい、えー、こういうメニューを組んで、まあ、週3日ぐらいやっていただいすとこれ右側がその11月から3月に行ったところですけど体重が増えて握力はまあ1.7倍ぐらいになって過信の筋力まあ30秒の椅子,椅子の立ち上がりですけどこれも15回、25回ぐらいに増えて。 随分あの改善されやって1か月目ぐらいにはまあそれまで病院に来るのしんどかったんですけどスイスイ来れるようになりましたし2か月目にはあの足の力強くなっていつもお風呂に入ったやると横になってたそうですけどもうならなくてもよくなったそれから3か月目にはもう力強くなったねと言われてで4月に無事卒業復職されました非常に喜んでいただいて。 やはりあのこのメニューでしっかりとやったらこんなに効果があるんだなというのを私たち思い知らされました、えっと、2例目はあの女性の方で56歳ので乳がんの方ですけど左の乳がんですね手術した後、放射線治療をやって、えっと、まだずっと薬の治療をやっておられる方ですで左の乳がんの手術されたので肩が痛くて動かしにくい でそのために日常生活は不便でどうしてももう外に出たくない家に引きこもりがちであるということでなんとかしたいということで来られましたで2019年9月から11月まで3か月肩周りのストレッチ可動域改善エクササイズ下肢を中心とした筋力エクササイズを週4回結構頑張ってやっていただきましたで3か月でもう非常に握力下半身の筋力30秒椅子立ち上がりですね から平しし片足出のバランス力これなんかもう3倍ぐらいになっていますで腕肩が痛くて上がらなかったんですけど痛みがあってそれが3月経つともうすいすいと上がれるようになってましたし「えー、血発動作」といいまして、まあ、この「神を言う」と書くんですけど、えー、とこの両手の指の間がどれぐらいあるか痛みがあるから、まあ、左手が痛いからもう,こう全然くっつかないわけあの近づかないんですけど。 もかなりのとこまで行きました。えー、非常にあの自信をつけられて、はい、元気にされております。やはり運動というのは非常にい,い効果を示すんだなと思いました。あの私40数年癌の医療をずっとやってきたんですけど、癌の医色ずいぶんやっぱ変わったと思います。私があの医者になった頃は、やはりまだ不治の病と言われた時代で多くの患者さんが亡くなっておられましたけど、今は多くの患者さんが生存されてます。 5年生後にさはもう今の現時点では7割ぐらいあるんじゃないかサバイバーが増加してます昔は治すことだけに全力を挙げてましたけど今は治すだけでは不十分でありますちゃんとした機能も温存しないといけないし元通りにできるだけして差し上げるで、まあ、治りにくかったもんですから靴よりも治すことを優先してた時代もありました痛、まあ、い,いのは少しぐらい我慢してくださいと言ったこともございます まあでもも今はもう苦痛はううるようにしますでこれですね治す先のことは考えなかったもう治せばそれでいいだろうとそんなことはありません治すことと元生が止まるともどっちが大事かどちらも大事ですむしろこっちの方が大事かもしれませんこういう平凡なことが全部できないといけません、えー、昔は転院したり再発したりが患者さんの予後は数ヶ月でしたあの最初の清水さんの話もありますがもう 昔は本当に治療成績悪かったんですけど今は結構がんを抱えながら長期間生存する人も出てきてますしここから多分治ったという方も出てきておられると思います今あのサバイバーという言葉をがんを克服したって言いましたけど今は、えー、がんを抱えながらがんと強制されている方も今サバイバーというようになっております、えーまあ、考えてみたらみんな健康な人もいつかは何かの病気で亡くなるわけですね そこまでがサバイバーですよね。ですので、癌を抱えながらも二、えー、年、三年、五年、十年生きておられる方もおられます。そういう方もサバイバーですね。そういう方たちをいかに支えるか、そういうこともこれから大事になってきたと思います。えー、っと、これ日本の癌、えー、の亡くなった方の数と罹患したの数の,のグラフですけど。 えー、亡くなった方は亡くなる方は増えてるんですけど罹患する方はどんどん増えてますね。でこの間は、えーまあ、サバイバーということになるわけです。で一度がんになると、えー、もう何年経っても採用しない方がいろんな悩みを持っておられます体の不調も持えられますそういうことに対する対策もこれから必要になってまいります。えー あのいろんな方から今ありましたように2人に1人の日本人ががんになる時代誰が割りふれたら誰でもなる病気になりました、えー、ですのでがんについて正しい知識を持っていただくで適切な医療を受けていただくでその後は元の生活に戻っていただくこの3つが私は大事じゃないかと思ってますでこれは医療機関が今まで病院がやってきたんですけどまあ病院が中心でいいと思うんですが えー、やはり病院だけでできない部分は行政やあの今回のレッサンさんに手伝わっていたように企業あるいは地域社会一般の市民こういう方も含めて、えー、支えていくことがこれからいるんじゃないかと思います。で今がん患者の話をしましたけどいろんな社会的な、えー、弱者の方もおられます障害の持った方被災された方そういう方も含めて みんなでこういうことをされていく時代になったんじゃないかなと思いますし、まあ、病院はその先頭になって頑張りたいと思いますどうもご清聴ありがとうございましたありがとうございましたそれでは改めてご紹介いたします大阪国際がんセンター総長松浦成明さんでしたありがとうございました